おはようございます。おでかめがねでございます。おはようございます。今日ですね、久しぶりじゃない、ひろちゃん。私多分、相当フェードアウトしました。ですよね、しばらくね、全然タイミング合わずに来れなかったんですよ、ひろちゃんが。やりました。はい、で今日はね、なんとバレンタインデーの日に、撮影してるんですけども、今年もね、トラック1台分のチョコレート届いてないんですよ記録を更新しましたね、またね。はいはい、まだちょっと届いてないんです。はい、あ、でもなんか届きましたよね。届きましたね。ジョイちゃんの方からね、みたらし団子をいただきましたよみたらしを届きました。はい、気を使わせました、お母さんからですね。ということでね、ちょっとね、気を取り直して、前回の動画で、ツーブリッジの特集をしていただきたいというコメントいただきましてね、早速ですね、ちょうどね、今ツーブリッジが正直点灯少ないんですけど、その中からね、ピックアップした、3枚をちょっとご紹介していきたいと思っております。店頭でも、ね、ジュカちゃんもかけてたりするツーブリッジなんですけど、まずね、ネイティブサウンズのこれ、ロイストンエクスプローラーというですね、このブリッジ付きのタイプ、もともとね、ブリッジがないタイプのロイストンっていうモデルがあるんですけど、それのこのね、ツーブリッジバージョンと思っていただければいいんですけれどもね、それの16系ゴールド、肌なじみが良くて、一番、まあ、当店では動きのいいカラーと。早速ね、ちょっとかけてもらおうかな、ジュカちゃん。私からかけてもらおう。いらっしゃいますね。いらっしゃいますよね。ジュカちゃんは雰囲気にやっぱ合うからね、ちょっとやっぱボーイッシュな雰囲気にこういうブリッジ付きで、これが何がいいかっていうとですね、やっぱりサイズ感ですよね。こうあんまりこう大きくないじゃないですか、昔のなんかこうね、セブンティーズとか、あの辺の感じのこうね、ドロップの感じじゃないんで、かなりね、やっぱオプチカルとしてもすごいやっぱりいいんですよね。軽いですよね。軽いですね。でまあ、僕もちょっとね、まあ、こんな感じですね。かっこいいですね、やっぱ。かっこいいですか。はい、でやっぱりですね、これ仕様がですね、すべてこれはチタンでできておりまして、ちょっとね、この、こういったテンプルのね、細かいところのすごくね、なんていうか、細部までこだわったこの造形ですよね、この、ね、この辺がすごい美しいというところですかね。パッドまでこうチタンパッドっていうですね、ここですね、すごくやっぱ上質なイメージがあります。でこれサイズなんですけど、ですね、これちょっとすごい細かい数字になってまして、あるんですね、それサイズ。サイズね、記載があるんですよ。ただ全然見えてない。わ、え、ちょっと待って、こう反射でちょっと見えてない。ちょっとちょっといい、まさか、ここに入っとっちゃうけど、反射で全然見えてないですね。46.3 19.6 はい、46.3 の 19.3 19.6 19.6 ですね。はい、というですね、細かいと数字になってますすげえ長いです。先に見とけという話なんですけど、それぐらい細かい数字でこれ記載してありますね。まあ、ネイティブサウンズならではのところではありますんで、そうそう、いいですよね、これネイティブサウンズ。はい、ぜひこれとですね、次いきますよ、早速。はい、でこちら、こちらもね、金色続きなんですが、はい、こちらですね、これルノアのアビエーター 2P7 というこのモデルですね。これね、ドイツメイドになっている、僕もね、個人的にもすごくこれかけたいなと思ってるモデルになります。かけてください。かけてみましょうか。はい、何でしょうね、この収まりの良さ、見えますかね。なんかすごい綺麗になんかね、見えますもんね、やっぱりね。まあもちろんこのフレーム自体が美しいんでね、すごくいい部分と、まあこういったところのね、この形状ですよね、少しこうね、こちらのこういうアーチ型じゃなくて、こっちの方に下がったタイプの、そう、形状っていうのがすごくやっぱりいいんですよね。はい、これもですね、パッドまですごくね、こうチタンパッドになっているのが特徴ですし、あとね、このね、洗練されたこの超シンプルなテンプルですよね、このそれは私も分かりました。分かりました、本当ですか。はい、なんか分かってなさそうな、はい、いやいや、失礼な、ほんま今の感じさすがに、分かった、さすがに、分かる、もう分かったよ。だってなんか
細いじゃないですか。そうなんですよね。けどここ丸くなくて潰れ、なんですか、そうそう、こう ねシートメタル系のね、こうね、こう細い感じで、普通でこっからちょっと丸に、そう、これも好きでしょ、こういうの。なんかね、色気ありますよね、うん、はい、ほんのちょっとしたところなんですけど、まあ、やっぱいいですね、女性でもこうかけやすいサイズ感で、うん、これもコンパクトですからね、これもですね、うん、比較的ですね、パッとあるし、これつけやすいルナードの中で、はいはい、でね、今2枚ご紹介しましたけど、うん、やっぱりね、結構カラーとかも確かにいいんですよ。例えば薄いカラーとか、うん、そうね、入れる方もいらっしゃるんですけど、僕たちね、結構クリアレンズ、うん、透明で提案することが結構多くて、うん、はい、ね、やっぱり色を入れすぎるとこうハードボイルドになりすぎるからとかって結構ね懸念される方もいらっしゃるんでね、うん、そういったご提案をさせていただいてるっていう感じですね、はい、はい、でさらにね、ちょっともう一枚 BJ クラシック、わこちらですね、またちょっと今度はね、そうシルバーのフレームにこれはなりますから、うん、はい、でこれもね、当店で初めてこの入荷したタイプのモデルになってて、受講者見てないんじゃないですか、実は初めて見ました、見てないですよね、うん、そうそう、以前からね展開はされてたんですけど、そう、うちではね初めてこれ入荷したモデルになります、うん、でこちらね、書いてみましょう、こんな感じですね、ちょっとね、ワイズジャ、僕とか PD が結構狭いんで少し大きめに感じるかもしれないんですけど、いい感じに存在感がやっぱあります、ね、うん、なんかね、シルバーシルバーで僕、うん、どうですかね、あんまり僕にはあんまり似合ってないかもしれないですけど、いや、そんなことないと思うけど、そうそう、やっぱこれ厚みがね結構しっかり実はあるから、うん、なんかね、強度数の方とかもいけますね、そう、うちの、ね、山本とかは結構度数強いんで、うん、持ってますもんね、かけてますもん、このモデルツーブリッジのやつなんか結構薄いレンズしかいけない気も、そうそう、皆さんにね懸念されますけど、よかった、こちらはですね、比較的やっぱ厚みがあるんで、うん、これよかったらね、意外とね、またこれがちょっと新鮮かも、あ、やっぱりジュクちゃんね、ツーブリのイメージあるんで、あんまり僕は違和感がないですね、うん、しっかりめだけど、かけにくくないですね、ね、うん、そうですね、こちらもチタンパッドで、本当だ、素敵なね、軽いですね、そう、で細かいね、スペック紹介なんですけども、こちらもですね、さっきご紹介した通り厚みがあって、で、もう比較的こうすごく厚みがありますよね。そうで、パッドもこうチタンパッドになってるんで、こういったところの形状ですよね。ここもチタンパッドになっております。で、フロントの厚みに対してね、こうテンプル結構細めなんですよ、うん。で、これぐらい結構シンプルに作っていらっしゃいますよ、これは。で、サイズがですね、47の、21ブリッジがですね、うん、っていうサイズでこれは作られております。この辺の感じですかね、うちで、うん、まあ、今ね展開あるのが、はい、まあ、随時ね、なんかその僕たちにピンとくる2ブリッジがあれば、うん、まあ、入荷というかオーダーかけていこうかなと思ってるんですけど、うんうん、でさっき申し上げた通りね、当時のいわゆるこれね、こういうですよ、ワイルドというか、このメガネの感じって多かったですよね、昔は。当時はこんなのね主流だった時もありますからね、うん、こういうのとは全然またね、ちょっと違う感じのニュアンスになるから、うん、ね、ね、全然また違うんですね。そうなんですよね。だから意外とね、さらっとかけるっていうところがポイントですかね。思ってるよりつけると、うん、2ブリッジ結構いけますよね。いけますよね。ジュコちゃん、どうだって最初ほらかけ始めの頃って、ちょっと最初ほら2ブリッジどうなのかなみたいなところもあったと思うんですけど。2ブリッジなんてと思いながらも、はいはい、でもかけると、うんうん、結構さらっとかけれ出して3日で慣れましたね。3日で慣れた。みんなにめっちゃそのメガネいいねって結構言われるから、言われるやっぱり自分では選ばなかったけど、うん、で MJ さんと浜崎さんが詰めてくれたやつなんですけど、ね、買ってよかったですよ。そうですね、あれよくかけてるイメージが、ね、あれかけてるイメージ結構あるんですよ。そうそうそう、ツーブリッジ意外とあれなんで、一回皆さんあのかけるだけでもかけてみてください。そうですね、思ってるよりもなんか店頭でもよく言われてる、そのツーブリッジいいですねとかって言われます、言われます、ね、言われてますよね。それどこですかみたいな、うん、意外だけどかけることがねやっぱ始まりの、うん、いや本当そうですよ、最初まさかと思うけど、うん、むしろかけないと分かんないですよね。そうなんですよね。そうです、意外とメガネってそういうの多いんで、ですですです、ね、本当ね、ですですです、メガネはまずそうだと思いました私、ね、やっぱりお客様も見てても、うんうん、かけんと分からない、そうね、自分では選ばないけどみたいな
あいつが言うならとかもありますからね。はい、まあ私たち今日同じメガネですよね。そう、今日はね実は同じメガネ見てください。しかもトップスの色かぶ今日もろもろかぶり、バレンタインデーこれは私がつけてきて分かったってつけてきましたね、はい、あえてこれはかぶせてきましたからね。はい、ちょっとね、そういうですね、はい、そういうところもありますけど、はい、まあね、こんな感じでまたジュカちゃんも復活したんで、復活するか別に、ね、休んでたわけじゃないんですけど、あまりタイミングが本当に合わなかっただけなんですよ、僕たちがね。でもなんか、はい、いい感じでしたよ、やっぱ男性2人は2人で。本当ですか、はい、私結構好き、黒坂全面に出てましたけどね。いや、その黒坂好きな人が結構いっぱいいると思うんですよ。本当ですか、うん、みたいな。今日山本不在でちょっと安心しましたもんね。そうですそんなことないですけどね。まあこんな感じ、引き続きよろしくお願いします。お願いします。ではでは、MJ の願いはチャンネル登録、 MJ の願いはチャンネル登録、 MJ の願いはチャンネル登録、モッサンの願いもチャンネル登録。ぬで終わった。ぬで何